わ、懐かしい。俺はアウェイ行かない。俺記者室行ったことないですよね。てか、あ、本当？結構初かも。いや、まあ、昨日も見たけど、ピッチがいい、素晴らしすぎて。声出し応援ができれば。これも入ってちゃって。こんにちは。皆様お忙しいところ、お集まりいただきましてありがとうございます。すでにリリースはしてるんですけども、今回、北川選手がラピッドウィングからですね、完全移籍ということで、加入してもらいました。契約話をするときに、日本そして、清水エスパルスへの、思い、そういうのを非常に感じました。その中でぜひ清水エスパルスでの活躍はもちろん日本のサッカーのために活躍してくれるというふうに思いますので、早く体調、少し休みもありましたので、体調を整えて、登録の後にすぐに試合で活躍できるような、期待をしております。以上です。こんにちは、北川光栄です。私のために、多くの方々に集まっていただきありがとうございます。私ができることは試合に出て結果を残すことだけだと思っているし、私一人の力ではそれは叶わないかもしれないので、今いるチーム、スタッフ、会社も含めてこのチームがより大きくなれるように、その助けをできればと思ってここに来ました。まだまだ足りないことも多いと思うし、外から見てそれは感じることがあったので、それを自分のそれをヨーロッパで経験してきたことをこのチームに還元できればと思います。まず今シーズン残り約半分になりましたが、応援をよろしくお願いします。清水エスパルスとは海外に行ってからもコンスタントにコミュニケーションを取ってきていたし、私がクラブハウスに行くこともあったし、その時にクラブ関係者の方と話すことも、その機会を作っていただいて何度かコミュニケーションを取ってはいたので、そのエスパルスの状況などもいろいろ把握した上で、このクラブは私にとって特別なクラブであるとともに、やはり小さい頃から私に夢を与えてくれたクラブ、そしてこのオレンジのユニフォームを着てプレーするときに、たくさんの地域の方々だったりサポーターの方々から応援をいただいて、たくさんのリスペクトをもらって、そういった思いがあったので、私としてはやっぱりまたこのチームでやりたいっていう思いが強くありましたし、オレンジのユニフォームを着て日本平のピッチに立ちたいっていう思いが強かったです。結果が出てないっていうことはいろいろな要因はあると思うし、
一つ、いい方向に進めばチームとしてもいい方向に進むのではないかなとも私は思っているので、まあ、まずは一人一人がチームのためにどれだけ体を張って戦えるかっていうところに、なってくると思うし、それが、チームのためにもなると思うので、まあ、まずは、全員がぶれることなく一つの目標に向かうことが大事なのかなと思います。私が移籍してからも清水エスパルスのこうチームの状況は見ていたので、まあ、やっぱり一緒にやってた選手が試合に出ていると嬉しいし、それがあると、まあ、私も頑張ろうっていう気持ちにもなるし、そういった関係であると思っているので、やはり育成組織の選手、静岡出身の選手、下から上がってきた選手がどれだけ強い気持ちを持てるかっていうのがそのチームの価値にもなると思うし、非常に大事なことだと私は思っているので、今彼らが出ているっていうことは私にとっても少なからずいい影響を与えているので、またお互い切磋琢磨してやっていきたいです。3年前につけていたのが23で、今回45を選びましたけど、2345と夢の続きではないですけど、こうやっぱこのチームでまだやり残したことがあると思っているし、それをまた右肩上がりに成し遂げていければなという思いで選ばさせていただきました。まあ、チームから求められているピッチ内外でもピッチ内外での振る舞いだと思っているし、ピッチに立ったらフォワードでもあるので結果にはこだわりつつ、チームの勝利に貢献するっていうところと、ピッチ外でもう20今年6にもなるので、若い選手と上の選手をつなげる役目でもあると思うし、自分の経験を若い選手に伝えるっていうのも僕の役目でもあると思っているので、やらなければいけないことはたくさんありますけど、皆さんの手を借りて自分なりにできることをコツコツやっていければなと思います。そうですね、でも合流してまだ4日とかにもなるし、試合のメンバーと、ね、別れることがあるので、あまりはっきりは言えないんですけど、私がいた時よりもプロ意識は高いのかなって思います。練習前のトレーニングをやる選手がすごく多いなと、若い選手もやっている印象を受けるし、ベテランの選手もやっている印象を受けるので、チームとしての底上げは間違いなく上がっているのではないかなと思うし、それがピッチの上で結果出る出ないに関わらず、それをやり続けているっていうところは評価できるのではないかなと思うので、まあ、そういった日常があるっていうところは非常にポジティブかなと思います。3週間の休暇をいただきまして、初めの2週間は家族との時間に使って、残りの1週間で徐々に体を動かしてという感じですね。そうですね、チームからもその試合を目指して逆算して、トレーニングをしてくれと言われているので、まあ、チーム管理のもとしっかりトレーニングを詰めていると思うので、問題なく、プレーできると思います。やはり、球際のところなのかなと思っていて、奪えるところで奪えなかったり、
この間の天皇杯の失点でもボールが外に切れていればみんなが整う時間ができてたりした中での失点だったので、そこはすごく惜しいなと思うところがあるので、ゲームの運び方と球際のところは課題というか修正はできるのではないかなと思います。まあ、間違いなく激しいです。でもこれは体感した人じゃないとわからない部分が大きくて、今私がチームメートにこう強く言ったとしてもあまり響かなかったりするし、なかなか伝えるのが難しいんですけど、私がトレーニングの中からそれは変えていけると思っているので、その球際奪い切る、それを攻撃につなげるっていうところをトレーニングの中からやらなければいけないと思います。まあ、以前から彼の話は聞いていまして、まあ、今の練習前の、まあ、練習に取り組む前の自主トレだったり、アップだったりというのを個人でというところを、まあ、見てたり、まあ、そこはあの昔から率先して、先輩だったり後輩だったりというところでの、まあ、尽力してきたというのも、まあ、聞いてました。まあ、そこの、まあ、試合だけじゃない、まあ、オフザピッチとかそれに向かう準備というところをやっぱり見てる、またそこをきちっと、まあ、釣り上げてもらうというか引っ張っててもらうということが、まあ、非常にあの安定した力をつけるためには非常に重要だと思いますので、もちろんオンザピッチはあの期待するんですけども、そういうリーダーシップというかチームを中心として、頑張ってくれることを期待しております。人の温かみを知りました。まあ、サッカー以外の話に、まあ、サッカーもにも共通するところはあると思うんですけど、まあ、言葉もわからない違う文化、違う建物、場所という中で困った時に助けてくれる、助けてくれた人が多かったなっていう、まあ、それが、人柄なのか文化なのかわからないですけど、英語もドイツ語もできない、私たち家族に対して手を差し伸べてくれる、オーストリア人の温かさはすごく感じたなと。それはサッカーでも、ラピードウィーンのチームメートもそうですけど、まあ、やっぱり、チームメートあっての、個人だと思っているので、そういったところは非常に助けられたなと。だからこそ3年間やれたと思うし、それがなかったらもっと早く帰ってきてたかもしれないし、それは分からないですけど、その、まあ、私たち家族に関わってくれた、オーストリアで関わってくれた人たちには感謝したいですね。プレーの強度ですね、インテンシティのところで一番最初に求められるのがそこで、それが練習からできなければ試合には出れない。いくら練習でゴール決めても監督が求めるところまでインテンシティを持っていくことができなければ試合には出れないっていうところで、まあ日本とは求められるものが全然違ったので、そこを、そこは日本にいた時よりも意識はしているし、今の現代サッカーであれば必ず必要なところでもあるので、まあ、3年間そういった中でプレーできたことは自分にとって間違いなくプラスになっていると思います。間違いなくあります。やっぱり、目指すべきところだと思うし、このクラブに帰ってきただけではいけないと思うので、まだ目指せると思うし、まだもう一度海外も目指せると思っているので、まあ、そのぐらいの強い気持ちを持って日々過ごしていきたいです。
目指すべきところはタイトルだと思います。先輩たちが築き上げてくれたこの30年間をやっぱ無駄にしてはいけないと思うし、この30年間があったから今があると思うんで、何もないところから始まったこのクラブを作ってくれたのも地域の方々の頑張りでもあると思うので、そういった方たちをやっぱり笑顔にしたいっていう思いはあるので、タイトルを目指して戦っていきたいですね。家族がいるっていうこと、一番のサポーターが一番近くで支えてくれるっていうのは私にとってすごく幸せなことだなと、思いますね。息子の日々の成長を近くで見れるのは幸せです。それと同時に、やっぱもっと頑張らないとなっていつも思います。そうですね、ありがたいことにたくさんの方々から SNS を通してそういった待ってたよだったりおかえりっていう言葉をいただけて、非常に幸せだなと感じるし、またその方々のためにもしっかりピッチの上で結果を残さないとっていう思いもあるので、そういった方々の思いを背負って、戦えればと思います。たとえスタメンで出ようが、先発から出ようが、途中から出ようが、5分だろうが1分だろうが、常にゴールは目指しているので、どんな難しい状況でもどうやってゴール決めようかなっていうことしか考えていないので、早く日本平のピッチで得点する姿を見せれればなと思います。いや、やっぱ全てがそうですね、やっぱ静岡の街並み、そこから見本に入る道で、今は梅雨で富士山が見れないですけど、その富士山があるんだろうなという想像しながら、駐車場に入っていくところ、クラブハウスの入り口も変わってませんし、全てが懐かしいと思うし、ここ、ね、昨日ですね、スタジアムに来た時もやっぱりピッチは綺麗だし、スタンドとの距離も近くていいスタジアムだなと思うと同時に、やっぱりこういった素晴らしい環境があるっていうこと、恵まれているっていうことをかみしめて、我々は、そういった感謝の気持ちを持って日々プレーしなければいけないなとまた思いました。あくまでも監督が決めることなので、私からはこう強くは言えないですけど、どのポジションでもこのサッカーならできるのではないかなと思っていて、ヨーロッパでもウィングはやってましたし、シャドウのところもやってましたし、フォワードのところもやってて、今ワントップですけど、シャドウの選手がどんどん追い越してくれる近い距離感でサッカーができているので、どのポジションでもできるっていうイメージはあります。